皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今回はボンドショップ浦和でカスタマイズした車を紹介したいと思います。紹介してくれるのはボンドカーズ浦和の鍋さんこと渡辺さんにお願いしたいと思います。すみません、渡辺です。まあ、渡辺さんはボンドカーズ、まあ、車両販売の方のスタッフなんですけれども、まあ、カスタマイズとか、まあ、オーディオとか、まあ、いろんなチューニングとか、まあ、数々こなせるオールラウンダーですので、そんな鍋さんが担当した今回458スパイダーを紹介させていただきたいと思います。はい、はい、お願いします。まず車がなんかこれボディカラー珍しくないですか？そうですよ、珍しいですよね。ですよね、はい、だいたい赤、白、黒、そうですね、多いですけど、はい、でこのガンメタに合わせた、ホイールを今回装着した感じ で、はい、特にフィニッシュをこだわった一台になりますので、ちょっとじゃあ足元を早速見ていきましょうか。やってきました、アメタンアナーキー。これはサイズは21インチですね。そうですね、フロントが21でリアが22ですね。割と定番というか、まあ、ド定番の、ド定番の履きこなしで、はい、これデザインとかって鍋さん分かりますか？これは AN33 の3ピースですね。あ、これ3ピースなんですね。はい、で今回フィニッシュはかなりピカピカですけれども。そうですね、ミラーポリッシュっていう仕上げなんですけど、でハードウェアが5050ですね。内側のリムもポリッシュになってますね。じゃあ全部ポリッシュにしたんですね。全部ポリッシュです。ちょっとこうキラキラした足元にするために。はい、ピアスボルトはステンレスになってます。なるほど、はい、でピアスボルトも50対50なんで、この間にもあるんですけど、これは裏打ちで。そうですね、1個ずつ1個飛ばしで見えるように。そうです、やってあると。はい、なるほど。そして車高はもう少し攻められるような気もしないでもないんですけど、これはもうお客さん の大人の事情でですねなるほどなかなか下げられない感じですね。まあ、絶妙なところで、まあ、でも走る車高でいくと、まあ、このぐらいがバランスいいかなっていう感じ。そうですね、結構この車高でのバチバチにしたいような感じなんで。確かにデズラーもバチバチですね。ええ、まあ、見せる車高とその走る車高ちょっと違いますから。そうですね、今回走る車高で、走る車高で実用性ベースですね。なるほど。そして後ろはまあ1インチ大きいもので、コンケーブがまたすごいですねこれ。そう、後ろはやっぱ結構つきますよね。そうですね、はい、そして後ろのデズラももうバチバチです。でタイヤサイズがまた絶妙、ほんのわずかに引っ張った感じで。そうですね、リアがこれサイズいくつになるんですか？335252022で、これキャリパーとかっていうのは触ってないんですか？キャリパーは前回まあペイントさせてもらってるんで。あ、そうなんですね、はい、じゃあもうキャリパーも合わせてコーディネートされてる。そうですね。なるほど。あんまりいろんな色入れないように。元は色何色なんですか？元は確か、ごめんなさい覚えてないですねだいたい黄色とか赤とか、まあ、黄色赤どっちかだと思います、ね、その辺ですよ、はい、今回ちょっと落ち着いた色合いにして。そうですね、足元をカスタマイズしてると。そうです、はい、なんかもう458全然こう色褪せないというか、デザインやっぱりいいですよね。もう車の形がなんか完成されてますよね。そうですね、次のが出るとこうちょっとやっぱり古さを感じたりしますけど、ね、全然そんな感じないですよね。全然そんな感じしないですね。もう各店でもやっぱり入庫する率も高いです。高いですね、はい、やっぱり NA っていうのはかなり音もやっぱりいいですね。で今回その音もやってあるということで、マフラーもなんか交換されてるみたいです。ちょっと音も聞いてみますか？じゃあ聞いてみますか。はい、お願いします。ありがとうございます。最高です。なんかもう全然違うっすね、やっぱりターボと音が。そうですね、なんかこう抜けてる音しますよね。ですね、うん、オフにすると、まあ、純正と同じになるんで。じゃあもう使用環境で使い分けなんかもできる。そうですね。なるほど、はい、そんなマフラーに今回なってます、はい、あとカスタマイズ的には何かしてあるんですか？フロントはロベルタが入ってるんで、ロベルタやっぱスピードがいいですよね。純正と比べてすぐ上がっちゃうんで、いざという時すぐパッとこう危ねっていう時にこう、そうですね、回避できるんで。ちょっとじゃあそのロベルタの動きも見てみたいと思います。早い、上げるとかなり上がりますね。そうですね、まあ、どこでも行けるとは言わないですけど、まあ、日常使いほとんど困らなくなるんじゃないかっていう感じですよね。はい、で今回フロントだけですけど、リアもつけようと思えばつけられる。つけられます、はい、四輪リフターもできる。でしっかりプロテクションも全面ですか今回これ？これはフロントクルですね。
あ、じゃあこのフェンダーから前、そうです、あと、まあ、ミラーまでですね。あ、なるほど、はい、じゃあもうガンガン走られても大丈夫な仕様に。大丈夫です。じゃあもう見た目もよしで、ガンガン走ってもよしで、そうですね、使い勝手もよしのバッチリな458スパイダーに仕上がってるわけですね。そうですね。はい、というわけで今回はボンドショップ浦和でカスタマイズさせていただいた458スパイダーをご紹介させていただきました。ボンドショップ浦和ではもう車両のご用意から、ええ、はい、もちろん、まあ、あとはお持ち込みでのカスタマイズももちろん可能ですので、はい、まあ、お気軽に鍋さんこと渡辺さんまでお問い合わせください。お願いします。ボンドチャンネル、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。